箇所に分けて今どこを磨くべきかというところが表示されます。やっぱり自分でいつも通り磨いていく、磨きやすいところばっかり磨いちゃったり、気になるところばっかり磨いちゃったりすることってあると思うんですけれど、こういうふうに表示が出ることで口の中をまんべんなく均一に磨くことができるというのは、やっぱこのようなガイドがあることのメリットかなと思います。こちらの磨いている方法というのもハンドルの位置センサーで検知しておりますので、内側外側どこを磨いているのかというのもお分かりいただけます。どんどん透明なところが白くなっていくっていうのがお分かりいただけるかなと思うのですが、一定の時間ちゃんと磨いていくことで、その磨くべきところがどんどん白くなって色がついていきます。それによって十分ちゃんとそれぞれの場所を磨いているかなというのも検知していただくことができます。例えば手磨きみたいにゴシゴシ磨いちゃったりしたくなることありますよね。そうするとゴシゴシ動かしてしまうと動きを小さくとアプリで表示されますので、そうだそうだ、ソニーケアは優しく当ててゆっくり動かすだけでいいんだというのを思い出していただくことができます。またちょっとギュッと押し付けて歯や歯茎を押し付けて磨いちゃったりすると弱めてください。そうだそうだ、今ちょっと力入れすぎて磨いちゃってたななんていうことが、こういう表示が出ることで分かりたいことができる。そして各パーツ6箇所を20秒ずつ表裏磨いていただくことで、この歯が全体が真っ白になれば歯磨きがしっかり完了しましたという合図になります。なぜかとても綺麗、うまく磨けてない時にまた別のメッセージが表示されます。で今回は磨き残しなしですが、磨き残しがある時には磨き残した部分が黄色く表示されたり、今回押しつぎすぎたところは押しつけすぎ、ちょっとゴシゴシ動かしすぎちゃったところは動かしすぎ、このような形でブラッシングのレビューが、今回の自分のブラッシングがどうだったのかなというのが確認いただくことができます。動かしたというチャートで見ることもできます。毎日1日2回のブラッシング、この中のカレンダーにも記録されていきますので、自分の毎日のブラッシングちゃんとできているのかの記録をつけることにもなりますし、また自分のブラッシングがどれぐらいちゃんとできているかというのをレビューしていくことで、より上手なブラッシング、スキンケアも上手なブラッシングを身につけていただければと思っています。